はい、こんにちは、こんばんは。ということで、今日は6月20何日でしたっけ6月26日、23時33分、早寝ろよって感じやけど、はい、ですね、先週の金曜日、じゃじゃーんということで、買い物袋はディズニー夏祭り仕様になっちゃってます。今年のミニーさんのこのお衣装、ちょっとこの何やったっけ、お風呂上がり感お風呂上がり感満載で、ということで、まあそれはどうでもよくて、買ってきましたのが、今日のデスクトップは、今日のデスクトップと関係してきますけど、はい、じゃじゃん、ミニ用ミニのミニーさんです。こんにちはで、後ろは言わずものがな、すげえむちゃむちゃええタイミングでピンとこっちに当てないね。まあそれどうでもいいけどミニオミニのミニさんっていう感じで、買ってきました。これが発売したのが、ちょっとカンカン先がうるさいのが、これもちょっと、これ先週買ったというか、分けてもらったんですけどね。これミニーさんのタノバタの飾り、これ5個セットなんですけど、5個もいらんって言ってミニーさんだけもらいました。でそれがこう結構こうカン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 になるということです。あ、もう一つ、何これ、商品レビュー商品レビューじゃないけど、ツイッターではツイートしましたけど、スマホのカバー、ちょっと前のが結構これ僕はソフトなやつ使ってるんですけど、ソフトなやつがここがもう切れちゃいましたんで、新しいの買ってきまして、でビッグカメラに行ったところ、これがありましたと。基本ディズニー系のやつって結構ド派手なやつが多くて、会社にはしていかれへんようなやつが多いんですけど、この透明なやつはなかなかシンプルな感じで、かつ可愛いという感じで即買いしちゃいました。とはいえミニさんでして、これをですね、こういう感じで会社のデスクに、僕は携帯は会社のデスクに置きっぱなしなんですよ。ポケットに入ってたらこのぐちゃってなりそうなんで、で会社のデスクに置くんですけど、さすがにこっちの向きでは置けないと。置いててこれとこれでしょ、もうやばいでしょっていう感じなんで、かといってこっち側もなかなか向けれなくて、というのもこれ出てくるかな、これ出てけへんか、何が出てくるかっつったら、これね、この YouTube のコメントが追加されるたびにメール通知が来るわけですよ。でメール通知がここに通知が来て、この言ったらこの僕がデスクにこうやって置きっぱなしの間でも通知がポッポコポッポコ入ってくるわけで、なので結構歯がゆい思いをしてるわけです。こっち向けておくべきか、こっち向けておくべきか。でもまあ今しばらくこっち向けておいてますけどね。っていうか、まあこれもう割れてきてますけど。っていうのはどうでもいいね。そんな話どうでもいいね。長い。いや、ていうか、だから、携帯の話じゃなくて、先週の金曜日なんで、6月の24日にこちらのミニオミニのミニさんのイバが発売になりました。発売当日じゃなくてもいいんちゃうかとか思ったんですけども、去年のね、ビッグバンドビート、いわゆる BB のルイバが速攻で売り切れましたんで、1回目が1週間、2回目が3日やったっけ、再販が3日ぐらいで売り切れましたんで、まあさすがに後悔はしたくないということで、当日仕事帰りに買ってきました。で、ということで、ミニーさんのルイバですけど、まずお顔から、結構でかいんですよね、これ。
浴衣のミニーさんと一緒ぐらいの大きさだから、あの去年の BB のミニーさんよりもでかくね、あとでちょっと比べてみるけど、とかワンマンのミニーさんと一緒ぐらいのサイズ なので、ちょっと価格も後で見せますけど高めっていう感じです。で、頭結構このふさふさがええ感じで、さすが値段が張ってるだけあって、あのモフモフ具合がいい感じです。でお顔がこんな感じで、お衣装の方がちょっとこのオスカートがあのふわふわな感じでなんですけど、こんな感じで、あの、うん、あんまりあのがっつり見せるわけじゃないんですけども、あの白です。白です、赤じゃないんです。まあこの辺あのがっかりされてる方も結構多いかと思いますけども、まあ、僕はあんまがっかりしにくかったけど、こちらお靴ピント合ってるかっていう感じで、全身赤ですね。で横から見るとこんな感じで、あ、これええ感じのふさふさですよね、これね、ええ感じのふさふさで、後ろから見ますと、後ろもこれええ感じで再現されてない、これねっていう感じで、お背中スカート後ろからという感じです。でタグの方が、こちらミニ用ミニ東京ディズニーランドとなってまして、でお値段の方が、はい、じゃじゃん、2200円高っ、高いっすねって分かってたけど。でこれがミニーさん、ミニ用ミニのミニーさんでして、ちょっと置いときますね、置いときまして、でもう一個買ってきてまして、まあじゃじゃん言うほどでもない、さっきと同じパあのデザインなんで、あのまあいいか。で開けていきますと、破けちゃった、まあいいや。これはですね、昨日土曜日買ってきました。じゃじゃん、はい、こちらは、兄さんこけそうやな、こちらあの七夕セブンデイズのミニーさん縫い場です。こちらはですね、本当はあのこちらにあのミッキーさんがついてたんですけども、いわゆるこうセットなんですよね、セットで買わなきゃいけないっていう商品ではあるんですが、あのミッキーさんの方はあのミキオタさんに差し上げっていうか、これシェアしたんですけどね、シェアしたんですけど、まあこのペアでこのシェアするこの最大の難関はこのお顔の好みね、お顔の好みがこう一致せん限りはこう延々とこの探し続けるっていうことになりまして、まあどこで妥協するかっていうね、まあ、幸いにしてそんな時間かからず、10分15分ぐらいかなぐらいで探し、まあ、お互いこのお気に入りの顔ができた、見つかったという感じなんで、事なきを得ましたが、はい、七夕ミニさんです。で見ていきますと、これでもどっちの衣装、これ C ランド、あんま覚えてないな。あれこれランド、え C、 あちょっと待って、これあこれちょっとミニさん年代ついて、年齢あの2016とかついてないねな、これな、まあいっか。これ頭がこんな感じなんですけど、これもうちょっとこう立てなかったっけ
もうちょっと経ってなかったっけこれ。このねえ、こんなしなってなってたっけ。しなってこんな帽子やったっけ。こんな帽子、まあいいか。でお顔が、でもやっぱこっちのミニさんの可愛くね。そうだな。はい、でこっちはお顔、なんとかのこうバランスのいいお顔を選んで聞いたつもりです。でお衣装がこんな感じで、あ、まあ、これねやっぱりね、このもう結構歪んでるのが多かった。なんかね大変やった。だから選ぶんが基本歪んでると思ってた方が良くない。だから歪んでないのを選ぶ方が至難の業っていうね、っていう感じでした。で お衣装の方がこんな感じ。これなんやろ、いわゆる天女の羽衣みたいな感じかな。天女の羽衣って懐かしいな、ドラえもんにあったんやけど、まあいいや。でこうスカートっちゅうんやろかね、これそもそもこういうお衣装やねんなっていう感じ。これ足こんな派手やったっけ。そもそも足見てないもんな。でこちらは2016っていうのがついてます。で横から見たのがこんな感じでして、お背中がこれやっぱ帽子何て言うっけ、エボシとかいうやつかな。まあいっか。でお背中のお衣装がこんな感じで、足元このこれなんやろ、このレースあんま覚えてないねんな。ということで、先ほど見せました、こちら、七夕デイズに、お値段が、はい、ただん、驚異の3000円。まあ、2つで3000円やから、1体1500円っていうことにはなりますけども、まあ、高いわな。高い。ということで、本日は、これもちょっと置いといて、本日は、これだけじゃなくて、実はもう一個。なんと、じゃじゃん、こちら、ちょっと興奮しすぎた。これ、何かというと、扇子です。扇子。サマージャポネスク、ジャポネスクって何やったっけ、忘れてもったな。っていうのを、これ知り合いが持ってまして、ちょっと可愛かったんで買ってきてみましたっていうにしては、この見て、この値段2400円、高っ。ちょっと今月ね、ほんま課金しすぎ。じゃあということで、ちょっと開封していきますと、今日動画長いなこれな。再生維持率絶対低いと思う。くだらんことばっかり言うてるから。よいしょ、はい、じゃーんと、まずこちらセンス、これピント合わせるの大変やな。こちらセンスの前景で、こちらゴムバンドみたいなのがついてまして、こちらをシュッと開きます。はい、さあそして緊張の瞬間、これどこまで持っていったらいい、どこまで、これぐらい、はい、パタタパタパタ、おこのミニさん
あ、うちはセンス持ってますね。こう、あの、浴衣やけど、この、後ろの帯が、ミッキー結びっていうやつ。っていう感じで、超可愛いじゃないですか。はい。続きまして、パタ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 、パタパタ、こちら、かき氷を食べてる浴衣ミニーさん、どう、いや、僕は個人的にはやっぱこっちが好きかな、このお衣装が。はい。そしてパタ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 、こちらが朝顔とすだれ、まあ夏ですわな、夏の風物詩的な感じで、のミニーさん。赤もいいよな。赤。でもまあ個人的に赤が好きなだけか。でも結構この、あの、イラストの構図とかっていう観点で言うと、これがいいかな。横顔。っていう感じ。で、こちらには、先ほども見せました、ディズニーサマージャポネスク、東京ディズニーリゾートというロゴマークが入ってます。っていう感じ。裏の方は、こんな感じで、骨がついてます。さあ、まあ、なぜセンスが欲しかったかというとですね、引用のカバンに、あの、僕もあの、夏になるとうちわを入れていくんですけども、僕がいつも持って行ってたうちわがこちら、だだん、寿司三昧。しかもこれ結構古い、いつやろ、忘れたな、相当古いな。寿司三昧のこっちを持ってまして、まあこれ結構小型のサイズやから、ちょうどあの引用のカバン、インするカバンにあのスポット入ったんですけど、でも結構硬いんね、これ硬いから邪魔なので、どうしまあなんか邪魔やけど、もううちはいるししゃあないなっていう感じで持っていたんですけども、今回あのこちら、今度からこちら持っていこうと思います。さすがにこれをあの会社まで持っていくにはちょっとはばかられるんで、あのインする時だけにしようかなって思ってます。こういう感じで涼しい。あ、それでこれにはなんとこういう袋ケースがついてまして、これをこういう感じでシャレオツにしまうことができるという感じです。で、使うときはシュパンと出して、シュパッと広げる。で、涼しくなったらシュパッと閉じて、シュパッと、シュパばっかうるさいな。直すという感じで、です。これからこちらを持っていきます。で、まあ箱の方はさっき見せたこんな感じで、あとはもうバラバラになっちゃうだけかな。あとは、まあ特に見せるところはないですな。はい。あ、これいる、これつけと、これ絶対落とすやな、これな。絶対落とすで。落とすっつうか、いる?これ、最初の時だけやな、これな。これだってはまれへんもん、これほら。はまるか。どっちやん。いや、これ絶対これ、いや、これ落とすな。いらんな、これな。まあ、でも一応、最初からつけとくわ。はい。シャキーン。で、ということで、あとは、あの、装着の儀式。よいしょ。装着の儀式いきますか。これでも、この2つのこの異なるサイズをつける。なんかバランス悪い、うん、まあいいか
はい、ということで来ました。まあ、まずはもう今 いつまでつけてんねんっていうこの日々のミニーさん、を外します。外しまして、はい、バイなら来年もこの日々の衣装してほしいよな。で、もう一個クリジャニーはまだやってるんですけど、まあ一応つけ外すか。はい、クリジャニーのミニーさん、はい、バイなら。これでもでけえなミニオ、ミニオさん、ミニオさんでかい、ミニオさんでかい、うわうわでかでかでかで、でかでかいで、七夕の兄さんとこれタグどうしよう、タグつけっぱなし、外すか、どうせいらんしな。よし、タグは外しまして、タグ外しまして、よいしょ、タグは外しましたが、ここにん、どれぐらい、あのこれあれやな、いわゆるガンダムでいう144分の1か100分の1かの違いやんな、これな、多分それぐらいの違いない、これ。まあ知らない人には全く知らないでしょうけど、うわっ、ほらだってこっちミニーさん入るけど、こっち完全にあの決め切れてるよ、マジかよ。よいしょ、ちょっと色のこの配色の具合もいまいちやな。こっち結構さ、こっちの時って白とブルーって結構良くない、配色的に、ちょっとあの色の取り合わせ的に、これどうかな、あのまあ色の好みなんで人それぞれだと思うんですけど、あの僕はこの取り合わせいまいちっす、いまいちっす。ていうかこっち結構派手くね、派手くねっていうか色数多い、こっち結構さ赤で統一されててさ、あのワンポイント的にゴールドとか入ってたら入ってるし、色の数少ないからシンプルやんか。こっちなんかから、言い方悪いねんけど、パチンコ屋さんみたい。はい、あんま文句言ってたら怒られるから。じゃあこのヒピとクリジャニのミニーさん、ヒピとクリジャニのミニーさんをは、あの壁倉庫の方に一旦お休みいただきます。ということで、こちらの壁縫い場倉庫、どんな倉庫も、あの相当溜まってきまして、これ絶対人に見せられへんよな。人に見せられないんですけど、これどこに行きましょうか。まあ、とりあえずこの辺とかこの辺に行きたいと思います。で、止めるときはこのホッチキスを使ってやってます。その情報いるか。はい、よいしょ、あ落ちちゃった。ということで、クリジャニのミニーさんは彼女のミニーさんの横に置きました。で、ヒピのミニーさんは、去年のヒピのミニーさんの隣という感じです。それでは以上でございます。おやすみなさい。